伊達英二から日本フェザー級王座を勝ち取った幕内一歩。初防衛戦の相手は A 級ボクサー賞金トーナメントで死闘を演じたボルグ・ザンギエフに決定した。幕内、もう一度君と戦いたかった。ボクシングの素晴らしさを教えてくれた君と、もう一度僕はこの国でチャンスをつかむ。ボルグさんともう一度戦って僕は勝てるんだろうか。いや、勝たなきゃダメなんだ。母さん、待っててください。僕は必ずチャンピオンになります。手紙に書いたあの幕の内に勝って。以前のボルグさんとはまるで別人だ。どの程度進化したのか確かめさせてもらう。ラウンドワン、ファイト。負けはしないぞ。ファン注目の一戦です。噛み砕く。
幕内、こんなものじゃないはずだ。2 3 4 5 6 7 8、意識を保て。キリッと波溶けてくるはずだ。オプス、もらうぞ。母さんにもらった体だ。No!
動きは止めたぞ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、いかん小僧、集中を途切れさせるな。小僧、以前の情報は一切合切捨てていくんじゃ。あの頃のボルグとは違うぞ。はい、会長。ラウンド5、ファイト。負けはしないぜ。前半戦に突入しました。自分のボクシングを見失うところだったよ。ボックス。もらう。もらう。相変わらずだな、幕の内。ラウンド6、ファイト。負けはしない。これはどうしているのでしょうか。この強打こそ幕の内だ。ボックス。
自分のボクシングを見失うところだったよ。チャンピオン勝利！